え、インプレゾンビってこと？ここにいるゾンビ。そうなんだよ、私一回それやってびっくりしたんだよ。こいつと写真撮るわ。俺より目立ってるやん。しかも裸の方がいいかな。あー確かに。レレレレテー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 。絶対ちょっと映ってる鉄道さん、なんでむくんでんのこんな。え、キモい、キモすぎる。インフルエンスレッツ。え、この機能ぶら下がってる一人になっちゃえばいいのに、鉄道さん。俺が今な、ここのさ、テーブルあるやろこれ。はい、うん、ここの上に乗れてんだよ俺今。あ、起きた！起きた！来た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 ！来たー！待って、これで降りて。ゆっくり降りればいける。よし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 。おー！天才天才。インフルエンスって努力なんだ。サウト3だと思ったか？だと思っちゃった。3点で。3点とはいつなんだ。あー、ちょっと浮いちゃうんだな。ちょっと浮いちゃうんだな。鼻だけギロチン。顔の表面だけを切り落とされる。これもうそれもおもろい。今のもおもろいな。これやん。味がなくなっちゃう。真っ二つになっちゃうよ。これいい写真がめっちゃ撮れた。マジでいっぱい撮れた。やばいやばい、これは。いや、まだ入り口だけですよ、哲夫さん。そうですね。そうなんだ。いや、これ今投稿するのもったいねえな。やっぱ3時以降はね、インプレッションがね、ちょっと下がるからね。めっちゃ考えてんじゃん。ホットな時間に投稿しないといけないんだよ、やっぱ。え、インプレゾンビってこと？ここにいるゾンビ。お？お？やるやん。え、そういうこと？なんか煙がかかってない？すごーい！本当だ。やばい、これ。すごい。サイレントキリング始まる。やばい。怖いよ。サイレントキリン。ここも幽霊通ってますよ。ほら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 。え？何が？幽霊行き来してるよ、ここらへん。してないよ。してるって。何言ってんの？出た。どこよ。本当だー。でしょでしょ。おい、ちょっと待って、これザブザじゃない？ここまずい。あー、ぶちゃー。やばい、サイレントキリングやこれ。音が何も聞こえない。嘘。まずい。雲隠れの。ももちよ、ももち、財布山先輩。あ、もうピク、もうピクピク微調整を覚えたらもうね、立派なインフルエンサーになるんですよ。うん、イエーイ。そこのね、そこにこだわり始めたら、まあ、あ、でも足出ちゃうんだ。あ、先の方か。ちょっと、ほんとな。はい、ちょっと下の方だと。ちょい下の方ね。一人称でここ立てたら怖いんかな。怖い。びっくり、怖い。びっくりした、今やった瞬間に。来た。そうなんだよ、私一回それやってびっくりしたんだよ。やってやって、やばいよここ。一人称で幽霊を迎え撃つ。うわ、もっと壁際でやった方が怖いかも。これさ、めっちゃ早い。めっちゃ早い。ちょっとテスさ、この辺で一人称してみて。ここか。みんなマジで怖い。来るって分かってても怖いよこれ。めっちゃ怖い。こいつと写真撮るわ。撮れるか。撮れるか。早いよ。さすがに早いよ。もう夜になってる、気づいたら。これ来たっしょ。もういけた。いや遅いか。この時間楽しい。これ見てるだけでもおもろいんだよ、インフルエンス。そう、すぐピース出てくるんだもんな。これは来たっしょ。来た来た。見たい怖い。やばい、主人公いる。主人公。おいおい、俺より目立ってるやん、こいつ。ちょうだいちょうだい。待て、見て見て。すごいこれ。俺より目立ってるやん。
なあ映りたがり。おいお前やん主人公。小松みたいな扱いになっとるやん鉄道さん。何してんねん。かっこいいを探せ。もうねもうやっぱこういうのをね見た時にねどうインスピレーションが湧くかっていうところに重きを置いてやっぱインフルエンサーに向いているかっていうところでね、うん、適性があるんだよねこうやって。やめてやめてやっぱそこそれすぐ出てくるんだよな。なんか何か。いつものさ、あの懐中電灯で俺の影作ってくるね。あ、わかりました。この夜だからできるやつだ。すごい。もう俺が近づいてでかくして影がかっこいい。ちょっとでかすぎた、ここやな。そのでかでかでかしかも裸の方がいいかな。あー確かに細そうなんかちょっと嫌や。それはちょっと嫌だな。なんかそのまま照らしててくれな。いいですよ。じゃあ俺やっぱねこういうこのこれこういうことに関しての発想はねやっぱねインフルエンサーとして本当に向いてると思った今。だからもういろは集中してもう一言も喋らんもん。もう大集中してる、うん、素晴らしいよ本当に。オッケー一回見てもらっていいですか。よしオッケー。下手くそかも。ただ飛んでるだけ。あ別にそっかそっち向いてても別に一緒だもんな。そうなんだよ。下手くそだった。今ちょっとちょっと待ってこれだけ撮らして。うん。ちょっとなんか、ま、首が猫背布袋寅泰みたいな。なんか俺猫背じゃない？ねえ。熱すぎるこれ。これやばいポケモンの CM だわ。誰だ。テレレレレテテレリテレレレレテテテテ。絶対鉄王じゃん。なんかさちょっと待って。俺の角刈りイロハの写真丸くね。ちょい丸。丸刈りやん。アンパンみたいなの。角刈りには見えない。なんでこの丸いんだイロハの写真。鉄王さんちょっと写ってる鉄王さんなんでむくんでんのこんな。めちゃくちゃむくんでるやん。ちょっと映ってるやん俺。シュートにしてどういうことなの。ニオにも消えそうだよこの鉄は。履かないって。しかもなんかデコが丸い丸いなんか丸いんだよ。ビビるとチビ全然進んでないんだそういえば。そうまだ別にここ見たからな。イービルにもいるんだ。あやむイービル。あこれイービル。イービル欲しいわ。ちょ正面正面さんいます。正面さん。はいはい正面お願いします。うわかっけー。やばい。いい普通の懐中電灯の方がいいですか。懐中電灯の方がいいわこれ多分ね眩しい。ちょっと見てくれ。痛い。やばい、もうこういうね、発想をね。これもうね、ジャケ写よ。うわうわかっけー。うわかっこいい。ジャケ写だー。ジャケ写やん。アイアムエビル。チブロとか一番いい。これでやっぱ、3、どんだけかわかんないけど、序盤でもう1日かかっちゃうんだ、撮影って。やっぱ撮影ってすげえ。撮影大変なんだやっぱ。ちょっと上から見て、ちょ上から見て上から。え？見えないかも。ちょっと見える。嘘。これズームで欲しいわこれ。ちょっと見える。え、キモい。キモすぎる。どうなってるこれ。どうなってるこれ。ちょっと若いの見える顔。私撮ったやつ妖怪みたいなやつ何かわからんもん。おいおい誰のこと妖怪言うてんねん。いや違う妖怪写真。いやでもなんかうまく撮れなかったやつ。なんか妖怪みたいになっちゃって。本当になんかこれいるやん。誰二重じゃないこれ。サブリミナル鉄道。海のただのアップだもんな。鉄道の皮をかぶった鉄道。これちょっと怖いな。これガチでホラー写真や。怖すぎるこれ。終わりかな。うわ終わりですか。うわなんだか。おいおい待って。うそ。お怖
ただの。しかもこれちゃんと夜ライティングされるんだね。そうだ。あとこれ森塩？違うか、これライ ライト。森塩って。めっちゃ持ってるやん。なんでそんな和のやり方やるの急に。めちゃめちゃ持ってるやんと思って。いろはいろは。はい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 。これここさパルクールで越える？パルクールでここ行けるかな？開けた。であっち側行ってさ。うん、この間から顔出して。こういう。かわいい。あーいいね。はい。え、欲しい人。はーい。家政婦は見た。おお、なんだこれ。なになに。黒。やばい。これ、もう層の世界線じゃん。牛の頭。これ俺紛れててもバレないんじゃねこれ。いやバレるわ。バレない。もうみんなバレないと思う。これここでさ、これ絶対バレないやろ俺。死の頭。これなんかぐちゃって言った今。ぐちゃって言った。すごいスポットだな。やべ、五体投地のやり方忘れた。ああ思い出した。ナビさん。何？ナミさん、顔にはめるのやめてください。頭良くなるかなと。良くならないですよ。あ、ないのか。呪いしかかからないですよ。香りを、あのお香みたいな煙をなんか頭にやるみたいなやつ。戦争時みたいな感じになんないのか。違うのよ、うん、ご利益ないですよ。楽しかったー。ールスケボーで帰るか。はい。おっぱせねバゴーンつって。やべえやつ。微調整をすればするほどな、実はちょっと遅くなるんで。へぇ、そうなんだ。なるべくまっすぐ行かないといけないんだよ。待って、倒した。待って、倒した。なんで、なんで。すげえ。ダブルロケット。あ、そうなんだ。うん、二人。足尾先生が起きてるの珍しいな、この時間まで。用事があるって言ってたけど。何の用事なんだろうな、スーツ着て。何でしょうね。ピョイーってしたけど、まだ大丈夫とか。すごいすごい。キャー、ダウンしたー。ラグピック頼む。ダウンしたー。ちょっと火力高すぎたか。上半身脊椎左腕。強今ね、火力が高すぎた。すごい硬い。